家の塩梅です。本日の動画はいつもと趣向を変え、本の紹介ブックレビューです。本日はこちらの3冊、転換とともに人生を歩んできた方の本を紹介させていただきます。今回紹介する本は転換理解のために執筆されたのは1冊だけで、他の2冊は人生の一部としての転換が綴られています。3冊とも転換に関心がない方にも興味を持って読んでいただける本だと思います。最後までこの動画をご視聴いただくことで、病や障害があろうがなかろうが自分らしく生きるヒントをお伝えできると思っています。このチャンネルでは転換小話や転換の基礎知識などを紹介しています。毎週水曜日に新しい動画を投稿していますので、チャンネル登録お願いします。1冊目はこちら、豊ノ島自伝七転び八起き、波乱万丈天才力士、土俵人生18年、どんな困難にも立ち向かい転んでも立ち上がり続けた豊ノ島関。高校を卒業直前の初土俵から2020年春場所引退までの18年が綴られた自伝ですが、高知の漁師町宿毛で豆腐屋の長男として生まれ育った少年時代も描かれています。少年時代の豊ノ島関は運動神経抜群、初めての発作は小学校2年生、スポーツが大好きで発作が起きてからも好きな相撲を続けました。母親は転換がありながら相撲を続けることを心配しましたが、父親は転換のことは隠してはいけない、みんなに助けてもらいながら相撲を続けなさいと言ったそうです。隠すなという父の教えもあり、周囲には転換を公にし、各界した時も部屋の兄弟子に転換の持病があることと親から聞いていた症状をそのまま伝えたそうです。お父さん素晴らしい方ですね。親が子供を信じて転換だからと制限せずにやってみろと言ってくれたことは、それからの人生にどれだけ励みになったことでしょう。転換に関する記述はほんの少しですが、それがリアルな実態なのだと思います。発作があったのは小学校2年生、小学校3年生、中学校2年生、そして最後の発作はすでに重量入りしていた21歳。現在は39歳ですので、39年間で4回の発作。多くの転換の方と同じく薬でコントロールできていますので、体調管理ができていて薬の飲み忘れがなければ発作はまず起こらないのでしょう。豊ノ島関は自分の転換のことはよく知らずに生きてきたそうで、転換と向き合い始めたのはここ数年のこと。転換のことをちゃんと知りたいと思って自分なりに学んでいるところだっていうふうにインタビューで答えていました。奥様の友人が発作を記録するアプリ七からを開発した縁で、医療関係者や日本転換協会とつながりができたそうです。私が一番すごいって思ったのは、アキレス腱を切って休場した後、幕下まで落ちたにもかかわらず這い上がって幕内十両に返り咲いてから引退したということ。相撲好きの人じゃないとわからないかもしれないけれど、関脇ってすごいんですよ。そして幕下だと給料はない、もう天と地の差なんです。結婚して子供もいた天下の元関脇が無休の2年間を経て、それから幕内十両に返り咲くってすごいことだと思いません？元関脇豊ノ島、現在の井筒親方は、偏見が怖いから転換を隠すのではなく、転換ですよって普通に話せる社会、転換を明かすのに勇気を振り絞る必要のない社会になってほしいと言っています。これって転換当事者の願いであり、親兄弟親戚友人知人職場の仲間当事者に関わる専門職みんなの願いです。2冊目はこちら、転換は親からの宝物だった。転換をもっと理解してほしいという思いから、患者となって55年生きてきた心境を病を通して学んだことなどが綴られています。実はこの本、
新宿神経クリニックの渡辺雅子先生から紹介いただいた本なんですが、正直なところ最初はタイトルになんか引っかかるものを感じてしまって、転換は親からの宝物だったなんてちょっと美化しすぎて私の趣味じゃないんだよなって。でも読み始めてくと、転換は私の人生の付録って書かれてたんです。病気にコントロールされるのではなく、自分が病気をコントロールする、病気を恨んでも始まらない、これまで転換と一緒に積み上げてきた僕の歴史だ、これからも焦らず生きていけばいいんだ。少し見方を変えると、転換は自分の人生の付録と捉えることができると思う。河合さんが伝えたいことは私が伝えたいことと同じじゃない。転換を美化した本ではなく、欠けてあった自分の転換を人生の付録として前向きに捉えようと奮闘してきた55年の記録なんだと気がついたんです。著者である河合さんは、いつでもどんな時でも転換は人生の付録と捉えられていたわけではありません。体調が辛い時には、病気がないに越したことはないと弱音を吐きたくなる、それでも人生の付録と理解すること自体に意味があるのだと思い続けている。転換は人生の仇のような存在だけど、やっぱり僕の人生にとってはなくてはならない付録だった。こんな風に捉えられるまでに精神面での成長ができたのも病気のおかげだと思う。転換と共に人生を歩めたことに感謝したい。自らのハンディキャップを人生の資源として生きてきた人の言葉でした。河合さんは1歳半の時に初めての発作を起こし、転換と診断されています。今から65年も前ですから、転換診療ガイドラインもない時代、福井には専門医もいませんでした。中学校に入ると神戸の大学病院に通うため、親戚の家で暮らすことになりました。専門医の治療により発作はだいぶ抑えられるようになったそうです。40代で症状が悪化したことから、現在の静岡転換神経医療センターである国立静岡東病院で外科手術を行っています。手術から15年、意識を失う発作は一度も起きていませんが、前兆と呼ばれる小さな発作である腹部の痛みは今でもあるそうです。この本は河合さんの苦悩と成長の物語であるだけでなく、服薬管理、発作の多様性、就職、さまざまな検査に外科手術、運転免許の取得、発作の対応方法、転換を公開するか否か、当事者への寄り添い方、増加する高齢者転換などさまざまなテーマが織り込まれており、転換をもっと理解してほしいという思いが伝わってきます。著者である河合俊信さんは、現在は転換患者やその家族へのアドバイザーを務め、転換への偏見をなくすための活動にも尽力され、日本転換協会福井県支部の代表を務められています。3冊目はこちら、復刻版それぞれの誇り。実はこれ、私が25年前に書いたそれぞれの誇り、不調は病棟の演出家という本の復刻版なんです。患者家族編、スタッフ編、転換患者としての私編の3部構成で、転換患者としての私編は38歳で初めての発作が起きてから少しずつ転換を受け入れていく過程を綴っています。当時私がこの本を書こうと思ったのは、看護師と患者の物語に日を当てたい、ケアの力で人々が癒え回復し誇りを持って立ち上がっていく姿を伝えたい、そして看護師としての私だけでなく転換患者としての私を語らずにケアの本質を伝えることができないと思ったからです。それぞれの誇りとは、健康を奪われた人、弱い立場にある人、社会から忘れられている人がそっと抱えるかけがえのない誇り、その誇りに働きかければその人の力で回復していく糸口が見つかる気がする。だから看護師の私はその人にとっての誇りをいつも探していました。そのかけがえのない誇りを見せてもらうために看護師を続けていきたいような気がするんですね。
それだけでなく、玄関患者としての私がサバイバー看護師としてずっと働き続けていること、そのことが私の誇りなんです。転換患者としての私編の1話目のタイトルは、みんな揺れている。看護師ですから医学的知識があるので、頭では転換のことを理解できるんですよ。でも頭で理解できていても、心はストンとしていない、腑には落ちていないんです。脳腫瘍じゃなくてただの転換でよかったと言いながら、実は転換なんかじゃないんじゃないのと、転換であることを受け入れていなかったり、人には自信のある姿しか見せていませんでしたが、揺れて揺れて揺れまくっていたんです。人は揺れながら成長していくものです。だからこそ誰もが揺れることを大切にしたい、そんなメッセージを伝えたかったんです。昨年復刻版を Amazon で電子書籍版とペーパーバック版を発行しました。電子書籍版の転換患者としての私編は無料ですので、よろしければ読んでみてください。この本を読んだ高校時代の恩師から、踏み台という言葉を使ってはいけませんと手紙が来ました。踏み台という言葉を使ってはいけません、誰もが犠牲になってはいけませんから、というのです。本のエピローグに、私は今人々の踏み台になれたらいいなと思い始めたと結んだのです。恩師の真意がよくつかめないでいました。その後私はうつ病で1年間休職し、悶々としながらも生き方を変えようとリカバリーし、現在に至ります。ですからこの復刻版の裏表紙には、犠牲なき献身こそ真の奉仕というナイチンゲールの言葉を入れました。いかがでしたか？転換の本というと専門書や患者教育用の本がほとんど、当事者の人生を描いたものはあまり見当たりません。転換は千差万別、転換のある人の人生も実に多彩です。転換の8割以上が適切な治療により発作を抑制することができます。井筒親方は幼児期に発症した薬物治療で発作が抑制できるタイプの転換で全体の 60%、 河合さんは幼児期に発症した外科治療が効果的な難治性転換で全体の数パーセント、私がこれまで転換小話として動画にした方は転換性脳症と呼ばれる難治性転換で全体の十数パーセント、自然治癒するタイプの転換は全体の 20%、 子どもの転換の多くは成長とともに自然に治ります。私は38歳で発症しましたが、年齢別転換の発症率が最も低い年齢層にあたります。この動画で私が一番伝えたいことは、ハンディは資源になるということです。紹介した本にはハンディを資源にする力のヒントがたくさんありました。皆さんにもハンディを資源にする力があります。今はそう思えなかったとしても、今は見つけられなかったとしても、あなたにその力があることだけは忘れないでください。私の動画を見てるってことは、自分の人生をより良くしたいって願ってるからです。今すぐではなくても、必ず自分にもハンディを資源にする力があるっていうことに気づけるはずです。最後に、私が55歳で通った社会人大学院の指導教官の言葉を紹介します。ないもので勝負することはない、ないものはない、失われたものを嘆くな、あるものを使え、残された能力を使え、自分にないものは他の人に借りて支援してもらえ、そして自分にあるもので惜しみなく他の人を支援しろ、リハビリテーションと同じだ。その教官もまた脳出血で倒れてリハビリ中でした。本日は転換とともに人生を歩んできた方の本3冊を紹介しました。来週は転換がテーマの医療漫画3冊をご紹介します。チャンネル登録がまだの方は登録していただき、ベルのマークを押してすべてを選択していただければ通知されます。ご紹介した3冊以外にも、自伝やエッセイ、小説などで転換を取り上げているものがありましたら、コメント欄で教えてください。
この動画を見てためになったと思ったら、ツイッターやフェイスブックで拡散をお願いします。コメント欄に感想や質問を記載いただければ、動画でも回答していきたいと思っていますので、よろしくお願いします。本日のまとめ。一つ、ハンディは資源になる。今はそう思えなくても、必ずあなたにもハンディを資源にする力がある。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。